ちょっと違和感のある歌詞かもしれないですけど、僕が、中学生の時に、高校1年の時に黒川修司君という今は沖縄音楽のことをやっている、カテガル臨床さんの付き人とかをやっていた友達がいて、その人と、青春を一緒に送ったんですけど、その時に黒川君が恋していた人がいて、それがでも親戚の女の人でいとこで結婚するわけにいかなかったんですけど、その人が実は、詩人で、でも、自主制作の詩集とかしか出してなくて、その人が作った詩を、伝承していく役目は僕にもあるわけでありましてフォークシンガーとして我々というところはそういう女性が作ったことなんですけど、まあでもすごい深い意味があるので、よろしくお願いしますじゃあ星は出るか明け方に光はあるか、時の破片は責めるには短すぎる、星は出た光もあった、何事もない一日がフラスコの中で泡立ち消えてゆく、少年よお前は私とお前は断じて我々ではない。愛の死んだ明け方、愛と一体になる、蒸留された流れの中でドロドロの私は透明になる、コーヒー一杯薬はいらない。
ただ巡りゆくだけか、神の心のまま流れる川があり、寄り添う人がいる。何もなかったように日はまた昇るけど、止まらない汽車が走る。あの街この街とただ巡り行くだけか、神の心のまま。お疲れです。